己の4世の横顔の素描、フレデリック・クリストフ・ドゥーデトが1808年己の4世はモナコ公、モナコ公モナコ公己の3世とマリー・カトリーヌ・ブリニョールの間の長男。誕生時より、モナコ公生士だったが、モナコは1793年2月14日、フランスに併合された。弟ジョゼフがバンデの反乱に加担していたことが原因となり、 反革命容疑者法に基づき父、妻及び義妹マリー・テレーズと共に逮捕され、1794年の恐怖政治の終了まで収監されていた。1795年父が死ぬと、名目的にモナコ公くらいを引き継いだ。1814年5月30日のパリ条約で、フランスが1792年以降に併合した前、領土を放棄したのに伴い、 モナコ公国は復活した。しかしオノレ四世は恐怖政治家での監獄生活のために健康を著しく損なっており、摂政による統治代行が必要となった。はじめは弟ジョゼフが1815年からは長男の後世子オノレが務めた。1777年7月15日パリにて、マザラン女皇及びラメイユレ女皇、ルイーズ・ドーモンと結婚し、 間に二人の息子を設けたが、夫婦関係は不幸で、すぐに別居した。二人は1798年正式に離婚した。息子は以下の二人である。ありがとうございます。